ボディー組とは20分以上の試合をやってのけました。またハイキックマスターズ、このマスターズも DDT をこの各会場で披露するなど技の数も日本に来て増えました。まだまだ若いこのナイトロンマスターズ、おー、のざれ引きいけますかね。さあ大絶賛ブリザードヒグマ落とし、まさにそんな表現がぴったり。大きな山が崩れましたね。しかしキットも後頭部を打っている。何しろ相手が大きかった。さあスミスもトップロープです。スミスもトップロープです。狙っている。何があるか。ドラッキック、そしてスクッと立ち上がる。カバーの体勢どうだ。カウント2です。高橋さんね、テリーファンクがねセカンドロープかサードロープに登ってラリアット、そこからですねこのマスターズにパンチを打っていった。やはりベテランチームになりますとこう巨人組に対するこうなんていうんですか、工夫が見られますよね。それぞれ ね、 そうですね、やっぱりこのリングを非常にうまく使っていきますよね、はい、カバー、カウント2、もう一つ攻めが必要です。そういえばドリーはフライング、さあ狙ってますね、ストロップを使ってこの2人を処理はありますよ。さあこれがすごい距離だ。3メートル飛んだ。ガーリネットバットカウント3。寝かせておいてこの巨人組の最後はヘッドバット、ダイビングヘッドバットで決めました。18番ネトウムラサムのクレアージ。